さあこれは詰まりながら落ちますか。センター前に落ちています。こういうヒットがね、松本打率をどんどん上げるんですよ。最近5試合ではあのヒット3本とちょっとあのペース落ちてきてたんですけど、昨日は、ストレートを弾き返してレフト前ヒット。今日2本目マルチヒット。松本剛が今日はマルチヒットも、これもポトリ落ちますか。ライト前に落ちました。3安打ですよ。さあ松本はセカンドを蹴ってサードに行って、今シーズン初の三塁打となって、あ、エラーもつきましたか。エラーつきましたか。そういうことですね。ということで、シングルヒットですか。これでファイターズは2桁10本目のヒット。初球打ちで今シーズン初の4安打、高め打ち。いやー、これでまたさらに打率を上げてきたと。そうですね、いうことになってきます。まだ3月4月の月間 MVP の情報は届いてないですか。そうですね、それはちょっとまだね、まだ届いてませんけれども、いやー、しかし松本剛これで3割8分ぐらいまで上がりますかね。もう少し